こんばんは。やっほー。よいしょ。そう、今日はいろいろあってこんな髪型です。そう、いつもと違う髪型しました。上がすごいの、上がすごい感じね。あんまりこんな薄いのしないけどね、いい感じ。嬉しい。そうなんです。服もね、おしゃれしてます。嬉しい。そう、今日はね、今日は東京にいるんですよね。東京に来ました。喉は、うん、昨日よりかは全然大丈夫。あんまりそう喋りすぎたら咳が出るんだけど大丈夫です。だいぶ喉は痛くなくなった。体調もいい感じ。咳がね、そうそうそう、ちょっとまだ喋り慣れてないですね。よかった。そうなんです。大丈夫です。そう、今日は鍵かけしたりして、あとそうジャケシャが、新しいジャケシャがね、公開されましたね。見ましたか？私は劇場版と通常版 B になってます。そう、通常版 B は真ん中におります。いい表情してましたか？あれはね、朝日、そう、朝日が本物で、で、なんだろう、後悔してるけど前向きな気持ちみたいな感じです。後悔はしてるけど前向きみたいな、そんな顔してました。まあ、いろんな表情をしたんだけど、結局選ばれたのは完成のやつでしたね。そう、あれ朝日なんですよ。確かに夕日にも見えるのかな。朝日ですね。そうそうそう、いい感じ。という感じですね。
確かに太陽です、太陽。お疲れ様ですよい。あ、大丈夫かな。今止まったかな。そう、かっこいい、かっこいい感じですね。衣装がさ、今回よく見えるよね。あ、止まってなかった。あら、よかった。よかったです。じゃそうなんよね。あ、全然全然体調いいんですよ、ほんと。ありがとうございます。今日は、今日の夜ご飯はフルーツです。すごいね、いい、いい、いいフルーツをいただきました。シャインマスカット、イエーイ。あ、でもさっきホットドッグ食べました。ホットドッグ、そうなんよ、ビタミン取らなきゃ。うん、うん、うん、リスみたい。リスみたいに食べてる。分からん。そんな食べ方してる私。恥ずかしくなってくる。あげない。うん。赤ずきんちゃん来た。あ、ももビリーさんありがとう。赤ずきんちゃん、ももビリーさんありがとう。ももビリーさん、なんか可愛い髪型の時よくなんか
分かってきた分かってきた。だから言って今日誕生日やったらごめんね可愛いって胸がこう高知のメロンだって。これも食べる。あ、お誕生日かな メミフィーさん、お誕生日おめでとうございます。サイヤン推しの1年にしよう。うん、明日します。あれ、いっそっとっといっそっと、めっちゃいいです。いい匂い、いい匂いな顔じゃなかったかもな。まだ開けてないのにいい匂い。美味しいね。髪伸びてる。髪伸びた。大人、やっぱ髪伸ばしたら大人っぽくなる。テンション高お。よいしょ。そう、
昨日とは違う。確かに昨日のこと覚えてないかも。やばい、こんなにメロンを独り占めして、はあ、こんなに独り占めして、やばい、ずっと抜かれてる。ずっと抜かれてるわ。ね、なんかこんなにいいんかなって思ってきた。でも今日はそういっぱい書いたから、ね、うんうん。ありがとう。そう、あげたくないの顔。嘘だよ、嘘だよ。あげる。まだある。まだあるけど、これは明日。これは明日だよ。よし。もう食べれません。
冷蔵庫入れとこうか。冷蔵庫とこうか。よろしくお願いします。冷蔵庫入れときます。忘れるかも。でも明日の朝ごはんって思っとけば食べるけん大丈夫さ。今日ね、かかわいいんですよ私。シャツもね、かわいい。ダボ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 ね。そう、私の好きなポイントがこれ、ここにね、なんかバッチがある。バッチこれいいよね、こういうの。あとここにボタンがあるから、ボタンをね取って取ることもできるんだよ。取ったらどうなんだろうね。取ったら、でも私がしたらもうおしゃれになんないかな。あんまりおしゃれになんないかな。こうこんな感じになるんだけど、多分もうちょっと、可愛いです。可愛いです。私がしまっておくのがいいかもみたいなね。完全に、いやでもね、完全にも取れるよ。全部ボタンでした。半袖にもなるね。うん、いや、そうです。これ本当はさ、カチューシャもあるんだけどさ、ここで結んじゃったからできなかったんだよ。そう、カチューシャもね、そう、あのね、セットっていうか、あの、そう、一緒にあるんですよ。ごめんね、夏木ばっかり。そうなの。同じ色であるんだけどさ、ちょっと違うか。こんな感じになるけど、もっとなるはず。ここで引っかかる引っかかってしまうけど、こんな感じです。そう、結構厚みある。うん、全部見た方がいいのか。
ボリュームがあれなんだけど、こんな感じです。ははでもそう、ここちょうどハーフツインしてるんだよね。今日髪型何にするかさ、迷ったよね。でも直感でハーフツインにしようかなって思って、そしたらよかった。ヘッドホンで見た。うん、よいしょ。あ、お腹いっぱいだ。直感、うん、直感でしかあんま行動しない。なんか薄い。うん、そう、途中までハーフツインしてもらって、でもやっぱなんかちょっと違うかな、ちょっと違うかもと思って、やっぱり普通の巻き下ろしにしようかなって言いかけたけど、いや、やっぱいいかと思ってハーフツインにした。よかった、いい感じだった。うん、結局ね、ありがとうございます。そうだよ、でもそうなんや。高尾はどんな髪型でも似合うって言われた。だからそう、ハーフツインって言っても、あ、いや全然いいよみたいな感じで、おおみたいな、おおみたいな、なんでも似合うからね。そう、なんかメイクももうアーシャの時より、アーシャの時より薄くって言われたけど、まあ高尾ちゃん、まあ、心配ないけど心配ないわ。そう、嬉しい。安心感、うん、安心感あるのか。そうなんですよ、信頼感あるんか。よいしょよいしょ。ですね、
最近そうよね、感情移入、感情移入してきた感情移入、あ、なんか電池がなくなったっぽいんですよね。あと 20% ですって。あんまり今日長くはしないですよ。面白い。今さ、家族とさ、グループラインがさ、動いとってさ面白い。なんかお兄やんがなんか表彰されたらしいん、なんか表彰されて、うん、そう、だからお母やんとかは頑張った甲斐があったねとか言ってるけど、私がまあまあすごいなってまあまあすごいなって言ったら、弟やんが少し偉いとかそしたらお母やんがズコーってスタンプ送ってきて、そしたら次は弟やんがなんか俺もこんなすごいことが起きたみたいなこと言ってきてから、私がまたまあまあすごいなって言ったら、お兄やんがちょっとすごいなってこの張り合いみたいなねそうよね、何個の兄弟よね、そうなんよそうなんよそうそう、これが面白いね。しかもなんか表彰状となんか横にラーメンがあったんよね、多分プレゼントかなんか分からんけど、ラーメンのなんかあって、だけん私がラーメンくださいってラーメンくださいってうん、表彰のことよりもラーメンくださいって、謎のスタンプ送ってきた。これは面白かった。ラーメン欲しくなった。美味しそうだったら。何の表紙を、いや、これはちゃんとそう、すごい、すごい賞すごい、本当にすごいんだろうなと思うけど、そこをあえてまあまあすごいそこをあえてね、あえてまあまあすごいな、そう、でもそれはちゃんと伝わってると思う、すごいと思っていることは伝わってるよ。で、弟やんが言ったことも確かにすごいすごいことだなと思ったけど、まあまあすごいなって言った。そう、
そうレベルが高い、本当にレベル数、本当は本当はレベルが高い張り合いをしていた張り合いっていうか、でもね、そう普段ね、そんなに自分こんなにすごいんだぞみたいなこと言わないから珍しい。そう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 ね、やり返されそう。そう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 。そうそうそう。まあ私はね、写真集の発売があるんで写真集発売があるんで、うん、これはすごいこれはすごい。でも多分まあまあすごいなって言われるんだろうね、今言ったら。そうだよ。でもね、本当にね、本当にね、すごいんですよ。その写真集発売もすごいけど、さらにさらにね、さらにさらにね、きっといろんなことがね起きるから、みんなみんなみんなが思ってるよりももっともっと切るかも。うん、だから準備しといてくださいよ。ダメだよ。ちゃんとちゃんと2023終わるまでちゃんとちゃんとね、全部ね受け止めてくださいね。本当に。全部受け止めないと。よろしくだよ。え、なんだろう、心の準備っていうか、もう何が起きても、何が起きてもなんかみたいな。いいねみたいな。何が起きた、いいね、サーヤンの、サーヤンが一番さ、何が起きてもサーヤンが一番。え、そうだよ、嬉しいことだよ。はい、あれはしません。うん、あれではないですよ。そうなんよ。サヤンが一番。サヤン可愛い。よろしくお願いします。
そうです。そういう心配もしちゃうんだね。モデルさんじゃないね。モデルさんなりたいけどね。モデルさんなりたいな。そうなんよね。ファッション誌ね。まだ乗れてないもんな。写真集関連ですね。そうそうそう。チェックヨロヨロです。チェックヨロヨロ。ヨロヨロです。違う。よかった。ぼち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 終わろうかな。授業しないよ。みんなまだ握手会してないじゃん。言っちゃった。そうよ。まだまだみんなと思い出作りたいしな。
まだ会いたいし、話したいしな。まだまだ会いたいし、話したい。押してくださいね、皆さん。押し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 。押すしかないよ。押し押し。あはは、今日楽しみだな。新しい串買ったの。この前セットで安くなってた。男女カッター読みますね。このね、どっか東京とか来た時用にね、買おうと思って。なんかすごそうな。ギャー、やばい、ストレートになっちゃう。ストレートになっちゃう。自撮りするから。ほんとよ。あとこれは髪のオイル、髪のオイル、ピンク、かわいい。しかもめっちゃいい匂いがするんよこれ。広島で買った。めっちゃいい匂いする。これシアバターとスイートアーモンド。楽しみ。ピンクかわいい。これと櫛がセットで売ってあった。数量限定って書いてあって、数量限定に弱いから私は買うしかない。冷蔵庫電源入ってるよ。顔の体操。
ボサボサになった。ね、チークの色かわいいよね。メイクさんがね、塗ってくれた。何色なんだろう。ピンクの、ピンクチーク。最近自分でも買ったけど、よくわからん。もう今度そのメイクさんに会った時に、あの時のチーク何色ですかって来ても、え、覚えてないって言いそう。覚えてない。じゃあ見ますね。モモビリーさん、ミミフィーさん、F 渋谷さん、バリーさん、犬ちゃん、神戸のヒッキーさん、オーサムさん、高尾温泉、さやかの湯さん、うん、炭酸せんべいさん、円王さん、台湾のコウさん、マイセンさん、高蔵さん、青い鳥さん、セイヤンさん、ニガキワバキュインさん、ウォピーさん、タムツーリーさん、ひろとさん、ラックアンさん、ミッドナイトシュガーさん、キチネさん、キャピさん、サトケンさん、トキさん、ホタテ様、ジンタさん、ハヤリンゴさん、メガバイトちゃん、みかん屋さん、かきひろさん、ハンちゃん、シンジさん、りょうへいさん、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーン。で、バイバーン。ありがとうございました。またね、おやすみなさい。どっち？